皆さん、こんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。いかがお過ごしでしたか？さあ、もし皆さんがスーパーでアルバイトをすることになって、その初めての日に店長から、お客さんには元気な声で、いらっしゃいませと声をかけてくださいねと言われたらどうするでしょうか？私にはちょっとできませんとは言わないで、きっと普段はおとなしい人でもなりきってやるのではないでしょうか。でも店員じゃない時に大きな声でいらっしゃいませと言ってくださいと言われたら、それはできませんと答える人が多いかもしれません。自分は店員と考えた途端に、普段はできないこともできるって考えたら不思議なことですよね。私たちはこれが自分にふさわしい、居心地がいいと考えることを常に選択しています。自分は幸せになる価値があると考えている人は、そんな自分にふさわしい話し方をし、ふさわしい服を選び、ふさわしい友達を作るんです。一方、自分をダメな人間だと考えている人は、ダメな自分を演出する洋服を選び、やっぱりダメだと確認できることを無意識に選択してしまうんです。そう考えると、今の周りの環境、自分が選んだ夫や妻、友人、仕事、さまざまな状況など、すべてが自分の自己肯定感、つまり私はこんな人間と皆さんが頭の中に思い描いているイメージをそのまま反映しているということになります。どうでしょう、そのイメージは自分が望んでいるものでしょうか？もしそうではないとしても、生活の中で違和感を作っていくと、自己肯定感は育てることができるんです。今の現実というのは自分の自己肯定感を反映したものだったんですよね。でもそれは逆もまた真なりで、現実を変えていくと自己肯定感も育てることができるんです。でも現実を変えると言ってもどうすればいいんでしょう。もうこんな私を大事にしてくれない夫は嫌だから、じゃあ現実を変えて別の夫にしようと言っても、なかなかそうはできませんよね。そしてもし本当に夫を取り替えることができたとしても、あなたの自己肯定感が育っていないと、現実はやがて自分の自己肯定感に沿ったものになってしまうんです。つまり最初はあなたを大切にしていた夫も、次第に大切にしなくなってしまうということなんです。だから夫婦関係に限らず、変えることのできない環境や状況や周りの人を変えようとするよりも、自己肯定感を変える方が早くて確実ということです。実際に自分の自己肯定感を育てたことで、それまですっごく冷たかった夫が優しい夫に変わったという方もたくさんいらっしゃいますよ。じゃあ自己肯定感を育てるにはどうしたらいいんでしょうか？それは違和感を作ることです。居心地のいい自己イメージから踏み出すという意味です。どんな違和感を作っていけばいいんでしょう？それにはまず、どんな自分になりたいかを想像してほしいんです。そしてその自分をやってみるということです。優しい人に囲まれて暮らしたいなと思うなら、優しい人に囲まれている人はどんな行動をするかなと想像してなりきってみてほしいんです。
自分が自信を持ちたいと思うなら、自信のある人はどうやって行動するかな、どんな話し方をするかなと想像してなりきってみてほしいんです。でも実際に実行したらちょっと疲れるでしょうかね。そうですよね。でもその違和感こそが自分の自己肯定感が育っている証なんです。今日から自分はスーパーの店員だと思えば店員らしくできるんですから、必ずできるはずです。バイトも最初は疲れるけど、そのうち徐々に慣れてきますよね。同じことです。これは自分を騙すこととは違うんです。自分を騙して自分は幸せだと思い込むときは現実から目をそらしてますよね。目をそらすのは恐れがあるからです。でも現実を認めた上で違和感を作っていくことは、自分はそうなれるという信頼がベースになっているんです。今まで無意識に選んでしまっていた自己肯定感を下げる行動や選択、そのことに気がつくたびに、今までのパターンを改めて新しい選択をしていってください。悩みはあなたとあなたの家族がもっともっと幸せになるための贈り物。大丈夫、あなたにもできます。ではまた。